今回は改めて感じるプロスペラの強さに対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。17年分の積み重ねとスレッタへの深い理解と、従うに値する確かな証拠と約束された成功体験による裏付けからお出しされる祝福、そりゃお母さんの言うことは絶対になりますわ。積み重ねた絆って敵に洗脳されたヒロイン助ける時とかに使われるものなんですよ。普通嘘だろ、フュージョンしてる。レスバモスで強いのずるい。なんなら言葉以外の雰囲気の演出も強い。 CV も強い。そもそも間違ったことは言ってないし、理不尽な要望もほぼない。雰囲気やばいけど常識的な範囲で説得してる。ミオリネからすると母親に言われたら誰でも殺すのかだけど、スレッタからしたらお母さんが誰でも殺せっていうわけがないって前提があるので、それだけの理由があるんだろうになるのでね。ルブリスのテストパイロット、射撃の腕も確かにあるので戦闘面でも隙がありません。スレッタのこと洗脳してるって言われているけど、実際のスレッタとのやり取りとか見るとネットでよく言われる理想的な親の対応をしてるから尊敬されているだけなんだよな。まあでも目的が目的だし、復讐のために利用してるっていうのも事実だからよくはないんだけど。スレッタは当然として多分ミオリネのことも作中で一番理解してる女だからな。だから簡単に引っ掛けて操れる。ミオリネがムカつくやつの言動はまず反対する思考はよく読んでる。初手であなたの言いなりにするは選択肢としては捨てちゃいけないやつだったし、下から成り上がって中小企業の社長になり、ベネリット G を生き抜いてきた女だぞ。そら強いわ。スレッタもミオリネも応援してるけど、それはそれとしてお母さんも割と応援してます。対ミオリネレスバの戦術がもう確立されてるからな。牽制振って打ち返してきたところを当てに投げしてる。ただただ敵として死んでいったら哀れな女すぎるから、個人的にはどうにか和解エンドに持っていってほしい。ミオリネは良くも悪くもスレッタとクソ親父のことしか頭にないからね。スレッタがナディムの娘なら復讐する義務はあるよ。義務はないぞ、自分の人生だけ考えればいいんだよ。ナディムもきっとそういうさ。復讐はどうでもいいんだが、エリクトを救えるなら救ってほしいなとは思う。エリクトにはエリクトの幸せがあると思うが、もしこれでプロスペラ死亡エアリアル爆散エンドだったら、いくらスレッタはめようとしてたとしても結構心にくる。現状だとスレッタはめようとしてたのかすらよくわからんし。スレッタのニコニコ人殺し、母親はカッコつけて笑顔で殺せなんて言ってないと、今回の決闘でオーバーキルじゃない。その武器はお母さん関係ないのが困る。正直ハピバ突撃とかスレッタ自身に暴走癖があることは見落としちゃいけないんだよな。ミオリネはこれもプロスペラのせい、何でもかんでもプロスペラの陰謀だと思ってるんだろうけど、プロスペラは大体読んでるだけで後から苦笑いしてそうなスレッタの暴走も大概ありそうなんだよね。少なくともプロスペラのおかげで命を拾ったエリクトはスレッタのこと愛してるだろうってのがなんともね。ミオリネがスレッタのために身を捧げてるの、プロスペラには実は好印象だったりせんのかな。まあ利用しやすいんじゃないの。人としては嫌いだと思う。ずっといじめてる。さらに言えばいじめるほど都合のいい方向で結果出してくれるからな。ある意味めっちゃ都合のいいサンドバッグというか。役に立つけど仇の娘が何でかい面してるんだ、マジムカつくって感じなんじゃないかしら。ちょくちょく当たり強いし、そのプロスペラの意識外から計画を壊すものとして四毛が現れたりして、プロスペラ自身がプロローグから推察するに、おいたわしい環境のお育ちっぽいから、水星でのスレッタの生育環境をあまり問題視してないんじゃないかと考えてみた。プロスペラは親離れも早そうだし、レスバや議論のすり替え、揚げ足取り、娘への洗脳、エリーのためプラス復讐に生きることの覚悟をしているせいか、いろんな部分が強いのは言うまでもないのだけれども、お前パーメットスコアで未来でも見えとるんかってぐらい、プロスペラの都合よく話が進んでいるのが一番強い。スレッタインエアリアルで学園決闘させてパーメットスコア稼ぐっていう手段はいいのだけれども、彼女が初手で地球に逃げようとするミオリネ引かなければ、とんだきの長い計画だっただろこれ。スレッタ自身が本来決闘よりも学園生活に重きを置いていたため、実際こんな早くに計画進むとは思ってなかったんじゃない。スレッタが卒業するまでに最低限必要なパメスコ5くらいまで上がればいいな程度だったかもしれん。次の話とかでスレッタと連絡取れなくても、指示したのはミオリネだからまだ黒角できないし、なんならクワゼロの計画が明らかになってもスレッタのことどう思ってるか黒角できないだろうな、この人。よく予想でスレッタにあなたいらないして絶望させるとかあったけど、今回ミオリネ側がやって発狂させるって流れは恐れ入った。この人レスバのプロすぎるし、プロスペラがあなたいらないをすることはなさそうな気がしてきた。ミオリネに絶望させて自分が救えばいいように使えるからな。
エリクト、スレッタって分かりやすい態度を取る可能性はあるが、ぶっちゃけプロステラが実はスレッタのことものすごく憎んでいるとかでもない限り、スレッタに対してあなたはいらないとかいう利点やら必要性なんかは思いつかないからな。お母さんがスレッタのことどう思ってるかは正直よくわからん部分が多いけど、ミオリネのことかなり嫌いなのはまず間違いない。なんやかんやで計画の重要な要素になってしまってるから利用するしかないけど、あんまり会いたくもないのでは。性格云々の前にデリングの娘って存在自体受け入れたくはないだろうしね。今プロスペラのせいだとミオリネは認識してるけど、スレッタ自身に暴走癖の部分があるのは確か。プロスペラがそう育てたせいと言えるかもしれないけど、スレッタ自身のものとして根付いてしまってる。プロスペラから話していい、このあの子が自由に幸せにってことだったけど、世界の方もそんなものはないし、スレッタ自身にも致命的な欠陥を抱えたままということになる。ガンダムという檻からエリーを自由に幸せに似たこと考えてるプロスペラも、今の世界では無理だから世界を書き換えることを選んでいるし、ままならない。あんな仕打ち受けて何があってデリングと協力することになったんだお母さん。エリクトのためならしゃあない、母は強い。母親とエアリアルによってスレッタの魔性が抑えられていたという展開があるかもしれない、しないかもしれない。いろいろ明かされてるようで、スレッタは何者なのかは一切明かされてないから、プロスペラとの関係性が謎なんだよな。まあここから明かされるとなると負の側面が強そうだけど、正直スレッタよりエリクト優先しすぎじゃねってなっても、いやでも体に障害あるお姉ちゃんと元気な妹ならやっぱりお姉ちゃん優先するやんって言われたら反論できない。何かの拍子にエアリアルが壊れたらエリクトも死ぬからな。実はエルノラがマーキュリー家乗っ取って血縁のない娘だけ利用してるんじゃとか思ったことあったけど、エリクトと外見そっくりじゃ違うよな。でもエルノラの腹から出てきたとは限らないよな。スレッタに言ってることがまともなことだらけなせいで、かえってどこまでが母の支配下で、どこからがスレッタ本人の資質かわからんような染め上げ方してるの。敵側として見るとたちが悪すぎる。一番厄介なのはこの人、立場的にはミオリネの協力者で味方サイドなんだ。ちょっと復讐者で被害者だから恨み事とかいう権利があるだけで、そしておそらくフィジカルも強い。総集編のナレーションでご機嫌だったプロスペラさん、母の日だったからね。何気にスレッタの母って紹介テロップがついていて、一部で言われていた親子じゃない説、スレッタは普通に生まれた子じゃない説が公式に否定されたって思った。プロスペラ強キャラ感出してるけど、ミオリネがスレッタ見限ったら計画破綻するザル計画なのでは。そもそもデリングが意識不明になった時点でかなり追い詰められていて、ミオリネにうまく総裁になってもらって計画を引き継いでもらわなきゃ終わりというのが今の状況。それを以前から念のために言っておいた布石と口八丁のアドリブでなんとか切り抜けようとしているから、ザルも何もプロスペラも全く余裕がない。それをミオリネにみじんも悟らせないところがすごいんだけど、皆さんは改めて感じるプロスペラの強さについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。